き、お魚も気持ちよさそう。宿題も終わったし、頑張ったし、お腹減ったし、さあご飯食べよ。レバーネギ定食でしょ、赤ネランチでしょ、他にもあるんだ。わあ、全部美味しそう。キチューン、キッ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 キたちさ、多分おかしくない？ここ、どこだと思ってるわけ？ここはね、お前らバカか？ここは越谷防衛隊の本部なんだぜ。とっとと撃てないと、レイソードをお見合いするぜ。キキキキキにご飯食べよ。こんにちは。スピチさんはどんな虫ですか？はい、炭火で一品ずつ丁寧に焼き上げた干物をいつでも楽しめるお店です。お好みで教えてください。はい、当店は年中無休でアジやシマホッケをはじめ旬の干物、お肉、一品料理もたくさんご用意しております。旬な子供はダメですよね。大丈夫だよ、ランチの営業もやってるし、お父さんお母さんとなら大歓迎だよ。あ、嬉しい。みんなも越谷防衛本部いつきちにぜひ遊びに来てね。待ってまーす。インセクトアーミーって本当にお邪魔虫。おかえり、あかねちゃん。カメラエヴァ、喉が騒がしかったね。そうなの、こう本部だとも知らないでインセクトアーミーが私を誘拐しようとしたんだよ、バカみたい。それは傑作だ。今度来たら俺がぶっ飛ばしてやる。楽しいしちゃん。あかねちゃんにはかなわないな。わあ、恥ずかしい。よっぽどお腹が減ったんだね、あかねちゃん。うん、すっごく減ってたのに邪魔されたからね。今日は何がおすすめなの？腕によりをかけた料理を作ったぞ。カメダイバーネギ定食とあかねスペシャルランチ。わあ、楽しみ。じゃあカメダイバーは定食を頼んでね。私はあかねスペシャルランチをお願い。いしちゃん。はい、では任せとき。お待たせしました、あかねスペシャルランチです。お待たせしました、カメダイバーネギ定食です。わあ、あかねスペシャルランチっていろいろなお魚が食べられるんだね。そうだよ、栄養豊富なお魚を串焼きにして食べてもらおうと思ったんだ。サラダもしっかり食べてね、風邪予防にもいいんだよ。すごい美味しそう。でね、カメライバーネギ定食って何が特徴なの？これはね、越谷ネギをいろいろな調理方法で食べてもらおうと思って作ったんだよ。上質な越谷ネギを丸ごと1本焼いてみたんだ。このメニューはこれからいつでも食べられるの？そうだよ、カメライバーの番組を記念して1日限定20食で出すんだよ。視聴者の皆様、屋敷町オリジナルのカメライバーネギ定食と赤いのスペシャルランチは越谷防衛本部炭火焼き干物越谷屋敷地で食べられますよ。電話番号やホームページはこちらです。ん？誰に言ってるの？なんでもないよ、いただきまーす。
快な街のノイズならいっそ消し去ってしまえ。掴もういざ手を伸ばし君の笑顔のため。みんな、越谷防衛本部つめぎ焼き着物越谷技術店にぜひ遊びに来てね。待ってまーす。